早く快適に。人や物を運ぶため欠かせないのが高速道路。そこにはドライバーが安心して走れるように道路を整備する人たちがいます。排水溝であったりとか路面に落ちているゴミであったりとかっていうのを清掃していく作業。舗装面を削って新しい舗装に打ち替えるっていう作業をしてるんですけども、品質のいいものを作るっていうことで、それが一番大変ですね。普段目にすることのない高速道路の工事、そこにはどんな光景があるのでしょうか。街で気になるあの場所、この場所にそっとカメラを置いてみました。シリーズ真夜中の定点観測。交通インフラの要、名神高速道路。先月から今月にかけて夜間通行止めを伴う大規模なリニューアル工事を実施。そこではどんな人たちが何をしているのでしょうか。夜を待ちます。工事のための車両通行止めまであと10分。名神高速道路吹田インターチェンジの料金所がにわかに慌ただしくなります。およそ50人の係員が配置につきます。午後8時ちょうどに京都方面の道路が封鎖されるため、高速道路に入ってくる車の交通整理をするためです。こちらはネクスコ西日本の管制センター。関西一円の高速道路上の事故や渋滞を監視しています。時刻は午後8時。吹田インターから滋賀県の瀬田東ジャンクションまで赤い線に変わりました。高速道路が通行止めになった瞬間です。料金所にある情報板も通行止めの表示に変わりました。料金所の先にある京都方面の入り口が封鎖され、係員が迂回の案内を始めました。左のウィンカーをつけて左の迂回路を進んでください。はい、京都京都。先頭で車に声をかけている女性がいました。あ、大津の方なんですね。今はね、はい、何をされておられるの。あ、どこ方面行かれるか聞いて、で、その後の道案内っていうのをこちらで行っております。そうなんですね。送るお客さんとかいないですか。今のところは出会ってないですね。はい、嫌ですよね、怒られたらね。まあちょっとね、そうですね。まあでも、まあ、ちょっと工事して迷惑はかけちゃってるので、まあしょうがないなとは思うんですけど。今年4月にネクスコ西日本に入社した西岡さん、はい、高速道路に入れない車一台一台に目的地までの道順を伝えていました。私は車とバイクがすごく好き で高速道路をよく利用するので、やっぱり社会的インフラをこう携われることっていうのがすごく使命を持って仕事ができるなと感じまして、ネクスコを選びました。はい。しんどくないですか。いや全然。もう毎日楽しいですね。車一台一台に丁寧にお辞儀をする西岡さん、仕事に向き合うその姿勢が眩しいです。工事車両が次々とやってきます。一体どんな工事に使うんだろうと思うような大型重機も。カメラも特別に許可をもらって通行止めの高速道路へ入ります。いつもはたくさんの車が走っている高速道路、車が一台もないのが不思議な気分です。昼間のような明るさの場所が見えてきました。何をしているのでしょうか。今は草刈りと剪定作業になります、はい、雨の後の晴れ間っていうのが一番植物成長しますので。福田さんは草刈り作業チームの現場監督。
真ん中のラインに限ってはちょっと頭を押さえる感じで剪定していただければ。今年の夏は雨の日が多かった一方、9月以降も残暑が続き、植物が予想以上に育ってしまったのです。自動車が走っている中での作業は危険なため、通行止めをしている夜間に緑地の整備をするんだそうです。他にどんな仕事があるのか聞いてみると、緊急事情ですね、事故とかですね、そういうことが起こった時に対応させていただいたりとか、あとはその後の事故復旧ですね。交通事故などで破損したガードレールや遮音壁などをいち早く修理し、車が走れる状態にするのも福田さんたちの仕事なんです。休日も事故があれば急いで現場へ向かいます。心配はされますね。やっぱりちょっと緊急が起きたから行ってきますって、まあ、夜中とかにもなることがありますので、やっぱりそういう時にはやっぱり気をつけてっていうことはやっぱりいつも言われるので、はい、家にはたまにおってよと言われないですか？家おるときはもう最大限努力させていただいておりますので、はい、昼も夜もないお仕事、気をつけて頑張ってください。次の工事現場は茨城インターチェンジの先にありました。工事車両が行き来する高速道路を歩いて向かいます。目の前に現れたのは、まるで戦車のような巨大な車両。これ、アスファルトを掘り起こす機械なんだそうです。路面の方がですね、もう古くなったりとかですね、あと損傷が発生しているところがありますので、その部分を削って新しい舗装で埋め戻しというような工事をやっております。普段高速道路を走っていても気づきませんが、こんな亀裂やひび割れができているんです。放っておくと自動車のタイヤを傷つけてしまうこともあるようで、10年から15年おきに道路を張り替えるそうです。こちらがきれいに張り替えられた路面。実はこの路面には驚く技術が隠されているんです。舗装工事を監督するのはこの道33年の古川さん。高機能舗装といいまして、水しぶきが上がらないんです。水しぶきが上がらないというのは、道路に水がたまらないということ。ペットボトルの水をこぼしてみると、ほら、あっという間に水が染み込んでいきます。雨の日に水しぶきが上がらないので、視界が良くなる、でスリップに対する抵抗性も良くなる。この技術は騒音を減らすことにも役立っているそうで、穴があるので中に浸透していくということなんです。スポンジの上を走っているような感じ、まあ硬さは違いますけども、はい、水しぶきが上がらないことで事故を減らすことができ、騒音低減は高速道路の周辺に住む人たちが車の音に悩まされることがなくなる、まさに一石二鳥の技術なんです。この名神高速道路、実は日本で最初にできた高速道路なんです。1958年に工事が始まり、1963年滋賀・栗東から兵庫・尼崎まで、1965年には愛知県小牧までの全線が開通しました。かつて車で 5,6 時間かかった名古屋から阪神地域への移動はおよそ2時間に短縮されたのです。高槻ジャンクションを越えたあたりに工事車両が見えてきました。この大きな標識の電気設備を点検しているんです。大きい情報板なんで、まあ、落ちたりしないようにボルトの一本一本をですね、緩みがないかとかですね、そういうのを全部一個一個点検させてもらってます。
標識の点検は5年に1回しています。それにしても近くで見ると大きな標識、どんな大きさなのか知りたくて特別にクレーンに乗せてもらいました。めっちゃでかいですね。 G がそうですね、顔よりも人まで大きいですよね。多分3階建てぐらいにはなってるんで。この標識、縦5メートル、横5メートル、一文字の大きさは縦横50センチもあります。道路の条件によって異なりますが、一般的には200メートル手前で読める大きさにしているんだそうです。さて、こちらは高槻バス停付近、道路に白線を引いていますが、ただの白線ではないようで、車が走行を逸脱したときに、タイヤがこうババババババってこう音が鳴るように、この部分の突起ですね、これにタイヤが乗り上げることで、あのタイヤからノイズが出るように工夫されているようなラインになります。これリブ付き高輝度路面標示というのですが、要は居眠りなどによる車線はみ出し防止のために考えられたアイデアなんです。線を引くのは実は全て手作業、作業する人の目視と感覚で書いているんだそうです。ああいうラインの機械を使っているものも、あの技能士っていうの、今資格もありますし、カーブになるともう力のかけ具合でずっとこう曲がっていくようにはなるんですけど、人力で、まあ、場所場所ポイントポイント決めて、ずっとあとそれ人で見ながら合わせていくような作業にはなっています。深夜まで本当ご苦労様です。アスファルトを敷き終わり、最後の点検をしている女性に出会いました。この仕事を選んだ理由を聞いてみると、もともと大学とかは林業とかの学部で、その実習の中で林道の設計をするっていう実習があって、はい、それでちょっと道作るの面白そうだなって感じでした。学生時代に学んだことから興味が湧き、地図に残る仕事がしたいと就職。入社2年目で今は道路舗装の現場監督をしています。この工事期間が入社以来初めての夜勤なんだそうです。食事とかどうしてるんですか？食事は帰って朝ご飯食べて、起きてご飯食べて、で工事の前にご飯食べてって感じです。今日は家に帰るのは何時ぐらいなんですか？多分明け方5時か6時ぐらいです。帰って食事は何食べたんですか？今日はパン食べようかなって感じです。あ、ビールで食いとかじゃないですか？もう眠たいです。今日もお疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。無事にこの日の工事が終わりました。管制センターのモニターも通行止めが解除。閉じられていた料金所のゲートに車が入ってきました。今日も安全運転で行ってらっしゃい。ドライバーが安心して走れる道づくりを目指して、夜の高速道路の工事現場には多くの人々の働く姿がありました。次はあなたの街にカメラを置かせてもらえませんか？